ついに来ましたね、新イベント。オーバーウォッチアップライジング、昔起きた事件を私たちが解決していくようなイベントだな。それじゃ早速一回やってみるわよ。さてさて、難易度はどれで行くんだぜ。まあ最初だし一番簡単なイージーでいいでしょ。あえて一番難しい難易度でもいいんだぜ。おっと、一番簡単でノーマルか。しかも難易度が4つあるときた。これはやりごたえがありそうだぜ。ステージはキングズロー。ムービーが入るから一旦画面外に行くよ。戦争から20年経った今でも、人間とロボットの溝は深まるばかり。そんな中、ロンドンにオムニックたちの住まいを建てる計画は、和解への手がかりになるはずだった。でも、そううまくはいかなかった。オムニックの過激派集団ヌルセクターが、キングスローを襲撃。ロンドンは炎に包まれ、多くの人々が命を落とし、住む家を失った。ヌルセクターは今も生存者を借り続けている。このままでは再び人類とオムニックの戦争が始まってしまう。私たちが止めない限り、コマンダー・モリソンが指揮を取ることになった。これが私の最初の任務。故郷の安全は私の手にかかっている。こちらモリソン。というわけでこれはトレイサーの初任務だったみたいだね。初任務が過激派組織の制圧とはさすがオーバーウォッチってところか。この動画で使っていくのはトールビョーン。タレットをうまく使って雑魚処理担当かな。おそらくだが今回も一定のボスキャラと体力の雑魚キャラが襲ってくる感じだと思うんだぜ。まあ相手がオムニックってだけでボスキャラが誰か予想できるんだけどね。前回と同じパターンなら体力が普通より高い技だからな。一点集中できればいいんだが。前回のじゃんけんしたいのは完全防衛ルールだったけど、今回はポイントキャプチャーみたいな感じね。三つのポイントがあるみたいだな。とりあえずタレットはここら辺でいいかな。今思ったけどトールビョーンのスキン当たったのか。いや、このルールだと全員今回のイベントのスキンになるみたいね。もうサクッとポイントは取りまして、次のポイントも全く苦戦せずに取れたんだぜ。難易度が低いせいか相手の攻撃力がものすごく低いからね。カットしても仕方ないね。地味にポイント取る時間が長いから数分何もしてないところを映すわけにはいかないんだぜ。他も終わっちゃうんだけどどうすればいい。3つとも取れちゃったな。てっきりバスティオンが来ると思ったんだが。お、ペイロードに集合しようって出てきたわね。まだ続きあったのか。今回は前回と違って使うステージが広いわね。今のところステージの半分とちょっとは動いてるな。おお、上から降ってきた。ポイントキャプチャーの次はペイロードか。結構長そうだな。味方が周りで遊んでて全く集まらなかったのでカット。あとはこれを運べばいいのかな。行動うまくいくでしょうか。当たり前じゃろ、わしが作ったんじゃ。このペイロードってトールビョーンが作ったのか。トールビョーンって結構いろんなもの作ってるわよね。オムニックの兵器の設計図も確か作ってたし。そしてここで防衛戦か。右上がペイロードのライフね。やっぱりトールビョーンじゃ見どころなかったんじゃないか。今のところボスらしき敵も来ないし。どうしたものかね。残り3分切ったな。何か変化あるかな。多分ここから第2ウェーブね。と言ってもさっきとあんまり変わりなさそうと。見るからにやばそうなのだったな。体力もあるし。これは壊さないと嫌な予感がするわね。何も撃ってこないってことは近づいて何かしてくるタイプか。ディーバのネックに似てるからもしかしたら大爆発とかするのかな。確かにありえそうなんだぜ。大きい役みたいな登場。さっきより近いわね。まあ実況的に何が起こるか見てみたい感じはするけどな。まあさすがにそれは怒られそうだからやらないけどね。さて、あの大きいやつを倒してそこそこ時間が経つわね。やっぱり敵にいたからしておい。しかしあっけなく破壊。さすがにノーマルは実況としてはダメだったか。まあ今回はただの紹介みたいな感じだしいいでしょ。まあ一番難しい方はあのゲームバカかクランがやってくれそうだしな。編集に悪意があると思うのは俺だけだろうか。バスティオンだろうが反乱軍だろうが私にかかれば一頃だぜ。まあ、それはあいつらができたら動画にするんじゃないかしら。そして側来たらペイロードと。久しぶりに倍速するわね。ペイロードのルートは通常の試合と一緒みたいだな。まあ四方八方から反乱軍が襲ってくるし、近くにいるとペイロードが動かなくなるから結構大変だけどね。攻撃力はなくても体力は高いのもいるから結構時間がかかる。安定のカット。久しぶりにこんなにカットを多用してると思うんだぜ。そしてペイロード同級で襲ってくるのはバスティオンのタンクモード。時間制限はなさそうね。一発の火力は上がってるが弾幕じゃないから対処はしやすそうな感じするな。
というわけで目的地に到着しました。ここの壁をぶち破っていくみたいだな。最終的にはステージの全てを使ったわね。新しいミッション、OR14NF を倒そう。制限時間付きだぜ。オリーサか、バスティオンだけかと思ったからこれは意外ね。まあ深いっちゃ深いだからな。敵でもおかしくないってことか。オリーサのムービー見てるとって思っちゃうけど気にしないでおこう。普通にバスティオンなのみたいだな。オリーサ2体目破壊、あと9分で2体か、結構時間に余裕はあるな。最後の2体は同時に登場、そしてタンクモードバスケオン1体とセントリーモードが1体いるわね。実際じゃこんなゴリ押しで行ったら瞬殺されるのが目に見えてるんだぜ。まあ初見でノーマルだし、そこは仕方ない。ちなみに穴が開いて落ちるところは全部塞がれてるから落ちる心配なく戦えるね。まあ相手から落とせるからな、それ封じのためかな。というわけでカット多めで少しわかりにくかったかもしれないけど大まかな動きはこんな感じだったよ。ボックスか、早速引いてみようぜ。外れか。それじゃ今回はこれで終わりにするよ。また別の動画で会いましょう。バイバイ。